ヒロシの一人キャンプのすすめ。いいまず杉が持ち込んだ食材がこちら。これはですね、ナハミートさん、アグー豚の餃子。ナハミート。これがむちゃくちゃうまいんですよ。アグー豚使ってて。で、これなんでこれ用意したかっていうと、僕が2018年の初めて、ヒロシさんと一緒にキャンプした、無人島ですね。無人島。その時に持ってたんですよ。そう。杉さん、これ餅なんすか？餅じゃないのこれ。やば。もうすげえなこの餃子。これはうまいね。これうまいね。もうヒロシさん、これなんだよっつって、もうすごかったっすよね。あれヒロシチャンネルの沖縄無人島の回でしょ。YouTube のヒロシチャンネル のやつと、スギキャンプチャンネルと YouTube ヒロシチャンネル、それも見る。ヒロシチャンネル、スギキャンプチャンネル。どこでもひなこチャンネル。おい、何だよ。桜井ひなこちゃんの関係がない。関係ねえだろそれ。時に女を呼ぼうとする。本当に反応する俺たち。 そう。そして薪を足す杉さん。熱い。何今のタイミング。いい角度で入ったな。杉の絶品餃子にまゆたんがぶつけるのは、見たらいカメラマン直伝のメスティンシューマイ。使うのはスーパーに売ってある冷凍物。私、今まで冷凍シューマイはレンジでチンして食べてたんだけど、メスティンシューマイと比べてみてカルチャーショック。マクロス風に言うとヤックレカルチャー。仕上がりの見た目からしてこんなに違うとは。メスティンとメスティン専用の揚げ底は今や100均で手に入ります。みたらいちゃんが言うには水入れすぎ注意。クッキングシートは貼り付き防止です。そんで同じく100均でゲットした固形燃料をセットして、およそ10分放置プレイ、楽勝だわ。よし、じゃあ迷ったら勝負だな。とこっちはそんな安定してない日じゃなくて固形燃料でやっから。だからなんだよ。こっちだって安定してないね。こっち安定してるし、してるよ。安定してるよ。安定してるわ。こっちだってもう餃子はですね、鉄板餃子が美味しいんじゃないですかね。うまいっすよね、鉄板で焼く餃子。ってことは鉄板がないといけないんでね。ええ、鉄板なんか持ってきてないでしょ、重いから。うん、そうですね。あった。いやいや、あった。すごい鉄板が。よくないよ。よくないよ、これ。俺がよくなかった。これ本当にです、これ。あ、危ない危ない。また焦って。あの、大股開きを置くんでしょ。大股開き。大股開き。インディオブジャイタイ。ジャイタイ。ジャイタイ。インスタントジョンソンってそっから来てた？来てねえわ。来てねえわ。俺らのが先だわ。インディーオブジョイとイコールインスタントジョンソン。違うわ。で三角がつまる。ちょっと複雑すぎだろ全部。どっちが大なりですか？大なりじゃない。余計なこと言うじゃない。何が大なりだよ。忘れてないのか大なりのことを。なんだよ。大なりのことを。何だ大なりって。紙とくと焦げがちょっと見えてきてる。見えてきて。やばいやばい。早く水をかけないと。もうかけよう。で蓋を。あれ、こんなはずじゃない。こんなはずじゃない。こんなはずじゃない。なんだこれ。予定と違うな。予定と違うぞ。ずっと予定と違う。もっと水入れた方がいい。もっと水。ずっと予定と違う。もっとギリギリまで水。ギリまで水。そうです。で、蓋です。手袋じゃない方。そう。意味がわからない。意味がわからない。今のは水が油の下に沈んで一気に燃え上がるボイルオーバーという現象。ちなみに油に引火した際、水をかけてしまうとこのボイルオーバー現象が起こり大惨事になることがある。キャンプ場で鍋やフライパンに何かを足す場合は一旦火から下ろす癖を身につけた方が良さそうだ。キャンプ場でフランベする人初めて見たわ。さっきの調理法。
そんなつもりはないんだけどね。疲れちゃったよもう。YouTube 動画杉キャンプチャンネル、杉がヒロシに習って自ら撮影編集している。その編集がなかなか斬新なのでヒロシと一緒に見てみることに。うわ大好きこれ、この。いやー行きたくなるね。ね、ちゃんと直火 OK ですって、まあ、これ臨場感がいいよね、はい、このなんかこう一個一個こう例えば葉っぱ入れる時にバサとかテロップ入ってますね。入ってますよ。パキッて。え、枝折るのにパキッて テロップ入れるんですね。メラメラって。 M ボックリストーン M 字開脚から来てんの。聞いてるよ、マイタンが。インリンから来てんの。来てない。インリンなの。真面目に言うけど来てないよ。これ枝一本追加するのにもテロップ入れてるんですか。なんでこの動画選んだんだよ。一番恥ずかしいやつ。でも絵的には違う、まあ、押して押しててこう、もうまた枝追加でテロップ入ったよ。スーッとって書いてある。これ一個の行動ごとにテロップ入るんですかこれ。いやもう入んないと思いますけど。いや立ち止まって。パキーだって。もう一丁パキーだって。すげえなこれ。あもうテロップは来た。あそうそうどうする入ったんですね。あ完成だって。そしてこの後よくわからない朝食が出来上がります。完成と見せかけて追いぎって読むのかな。追いぎテロップ好きですね。そうですね。最初ひろしちゃんの真似してるだけかと思ったら、はい、お笑い芸人の魂が見られたなって。まあいや立ち止まってパキとか。そうそうそう、過去最低の視聴回数だったんですよ。あ今の。はい、誰も食いついてなかった。えでも悪くないと思ったけどな。本当ですか。はい、伝わってないですかね。だからいやあんだけ文字入れてるから伝わってない。とろ火で行きたいんだな。こっちの方にやれば。これやだ。なんかガンガン俺の方に行くわ。見てるな、さては。そうね。本性出ちゃってんな、俺。ビビリ症。杉さん、いい。いい、いいじゃない、これ。杉さん、いい。負けないよ、メスティーシューマイには。もう、下ろしていいんじゃない。はい、ここ。よし。どうよ。あら、もうできたの。もうできたよ。いや、早いと思うな。早いんだよ。だって4分しか経ってないよ。そうだよ。早いかな。いやいやいや、自分に自信持って。4分よいしょ。おいしょ。いいね。あいいね。めっちゃいい。ほら。超いいじゃん。超いいよ。あんまりこう肉汁が漏れてほしくない。そうなのよ。だから早く食えって言ってるのに、もうまあ、なるほど。これはあえてつけとくからね。そう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 。ああもうそこそこそこ。ありがたい。いやとんでもない。ちょっと斜めがいい。すみません。これもう一番いいです。ありがとうございます。とんでもないです。ちょっと黙ってもらえる？テレビだから。俺さ散々さ喋る喋るって言われてきたんだけどさ。もうここで黙れって言われるんだよ。それなんかつけるタレみたいなのあんの？いらないの。いらない。そんなもんいらないの。ナハミと。タレでごまかさない。それがナハミート。そう、肉汁が美味しいの。なんかいろいろ置いてるね、なんかポン酢だとか。何やってんのよ、からしだとか。何これ。何それ。安心と安定のミツカン味ポン。絶対うまいもん。絶対うまいよ、味ポン。じゃあ、久々のナハミートいただきますね。どうぞ。どうだろう。美味しいのは間違いないんだけど、その火加減的な。あはーん。どうだろう、変わらぬうまさ。よかったよかった。これを食べるとやっぱね沖縄行った気分になれるのはもう、うん、なんかニュアンってなるもん食った後、うん、うんって。本当にうまいのかな。ちょっと熱いからね。いただきます。すいませんでした、激うまです。
また噛んだら噛んでまた濃くなってくるでしょ。皮がパリパリになっててうまい。本当にうまいですよ肉汁が。じゃあお疲れ様でした。終わっちゃったよ。そこのがあるでしょうが、なんかポン酢あさり、うん、じゃあこれがメスティンシューマイ。マユタの、わでもうまそうだね。うまそう。やりました一回練習。さっきやった。さっき。まあまあうまいよ。うまい。次も召し上がれ。はい、いただきます。普通のスーパーでしょ。そう。へえ。あ、うまい。ね、ホクホクになるね。簡単に調理できるんだねこれ、メスティンで。だから今メスティン料理っていうのすげえ流行ってるんですよ。なるほど、これ1個でいいじゃんって話になっちゃう。そう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 。沖縄からわざわざ取り寄せた手間を考えるとこっちの勝ちでいいかな。うん、ただ純粋にその手間がどんとかじゃなくて味で勝負だから。でこれはこれでいいよ。これはこれでうまい。ただやっぱりこっちは特別感がやっぱあるよね。みたらしさんに俺食わしたい。いただきます。うん、正直に肉汁がアリソン、アリソン。どういうことですか。しつこいってことですか。まとわりついてくるってことですか。肉汁がアリソンが、アリソンがまとわりついてくる。皮もうまい。いやそうなの、皮がうまいんだよ。いやこれは叶いませんわ。ああ。